を走らせるのは人間です。チューニングが完璧にできているボートでも乗り手が未熟だとその性能を引き出せずにいるものですが、逆に乗り手のボートハンドリングが良ければいい加減にセッティングしたボートでも速く走るものなのです。レースで勝つためにはチューニング、ストラテジー、タクティクス、ルールなど多くの要素をマスターしていかなければなりませんが、その筆頭にあるのがボートハンドリングであり、ハンドリングの基本はボートバランスです。このビデオではバランスに集中し、470ワールドタイトルを3回取ったニュージーランドの天才クルーであるハイミッシュ・ウィルコックス、また多くのトップセーラーのセーリングから彼らの技術を勉強していきます。こんにちは、ハイミッシュ・ウィルコックスです。 Hi, welcome to the video. This should be a great help in making you sail faster in your 470. We will concentrate on boat balance and boat handling techniques using examplesfrom the best in the world. The key to succeed with these problems is your ability to work together as a team. Teamwork, I feel, is your weakest point here in Japan. I hope that this tape will help you solve the mystery of boat speed and boat handling techniques together as a true team.バランスを取れとクルーを怒鳴っているスキッパーを見かけます。ヒール下から起こせという意味でしょうが、バランスというのはヒールさせないように先に先にと取るのが基本です。ハイミッシュの動きは無理がなく自然です。次に来る風が分かっていて、どのくらいボートを起こせばよいかという予測ができているからなのです。バランスを取るのに一番分かりやすいところは横方向、つまりヒールを起こしたり逆ヒールを立て直したりすることです。クローズホールドでクルーは視線を前に向け、斜め前方から自分のボートめがけて降りてくる風、ブローやラルをしっかりと見ています。ブローというのは周囲よりも強い風で、ラルは弱い風です。ブローではオーバーヒールになりがちですが、体をいっぱいに伸ばして起こします。トラピーズの長さはブローに入る前に予測して長くしておきます。ラルでは逆ヒールしないように速やかに中に入ります。ラルに入るとボートは速度を落としますから、加えてラダーをしてしまうとブレーキをかけるのと同じことになります。また中間トラピーズからオンデッキ、さらにコックピットに入るようなバランスを取る場合は、ボートがグラグラしないようにスムーズな方法をマスターしなければなりません。クローズホールドのヒールの棺を見てください。真後ろから見てマストが垂直よりもかなり風下側へ傾いているのに、クルーは体を曲げたままバランスを取り切っていません。悪い例です。今度は風上に起こしすぎ、逆ヒールして走っている例です。起こしすぎているのにクルーがまだ体を伸ばしたままです。スキッパーは風上へ登るためにティラーを押しているし、ボートに全くパワーがありません。一見登って走っているように見えますが、バウが髪を向いたままリーウェイしています。ブローに合わせてクルーがこまめにバランスをとっています。こまめにといっても動きはスムーズで、膝を曲げた状態からフルバランスを自然に動いてとっているのです。唯一ヒールさせる時があります。センターラダーについた海藻やゴミのチェックをするときです。スピードのロスが多いので、クルーとスキッパーは声を掛け合い、瞬時にチェックします。トラピーズの長さ、高さはブローが入ってヒールしてから、このくらいなら大丈夫かな?と様子を見ながら決めるものではありません。日頃の練習中に海面を見て、このくらいのブローならこの長さという具合に何度も予測してはトライしてみるのです。ブローに入る前に決めた高さを変えなければ、失敗を繰り返すうちに
予測と現実が噛み合うようになります。さらに練習を続けると、無意識のうちに海面を見て勝手に動作するようになるのです。トラピーズハンドルはブラックバンドより少し高いくらいが平均です。リングはガンネルに触る長さが平均したフルバランスの長さです。手元にあるシートはストッパーとそのテールを握り拳1個分残しておきます。エンドのタンコブ1つではシートをフルに出した時にアジャストできなくなってしまいますから。お尻がガンネルを越えたり入ったりする中間トラピーズの動きではクルーの腕の差が出るところです。トラピーズの高さはお尻がデッキをクリアする長さに調節しますが、ダブルリングを使用すると簡単です。お尻がガンネルに乗っかり、トラピーズワイヤーがたるんでいると、デッキをクリアできないために体がアンバランスになり、ボートは揺れます。スキッパーはイライラしてクルーを怒鳴りたくなる一瞬ですから、要注意です。ダブルリングの長所は風上マーク開口の時です。クローズのフルバランスから中に入るよ。スピンポールをセットし、スピンを上げ、スピンシートを掴んだらダブルリングの上にフックをかけてトラピーズに出るんだけど、リングの上を使うとクローズの時のトラピーズの高さよりも高くなるから、腰の位置も高くなってハンドルを持たなくてもトラピーズに出られるくらいだよ。勝負どころの神マークではトラピーズに出る時に高さを直しているのがもったいないだろう。その差がその後のポジション取りに影響してくるのは見え見えだしね。That's student style. Japanese student. Yeah. Long wire, yeah.日本でよく見られるスタイルをハイミッシュが真似しています。トラピーズが長く、お尻が落ちています。体は天を仰いでいます。普段のハイミッシュとは別人のようなクルーに変身してしまいました。トラピーズの高さを決めるポイントはクルーがどこを見ているかです。次に来るブローを見るためには体が前を向いていること、視線ももちろん前、体が天を仰いでいて顔だけ横を向かないことです。 Where are you watching?今はフリーだから波と前後のバランスを見てるよ。スピンは視野の隅に入っているから潰さずにトリムできるに決まってるじゃない。見なくたってシートの感覚でトリムできるから、チラッと目に入っていればそれで大丈夫さ。クルーはじっと見てられるほどの暇人じゃないんだよ。クルーは一つのポイントをじっと見るのではなく、ジブのテルテール、面のテルテール、前から来るブロー、レースの相手、マーク、波、ボートの前後バランス、バウ、スターンの引き波などなど、次から次へと目を移動していきます。コーチボートなどから、もっと前寄りにトラピーズに出ろとか、後ろに乗りすぎだと注意されることがあります。ヒールは簡単にわかりますが、前後バランスはどうしたらよいのでしょうか。ピボットポイントっていうのはボートのウェイトの支点になるポイントのことさ。俺が勝手につけた呼び名だけどね。
丘でボートを持ち上げてみるとバランスの中心はトラベラー付近でしょう。でもいざ搬送するとこのポイントはスピードとの関係で前後に移動するんだ。ボートスピードが上がるとピボットポイントは後ろに移動して落ちると前に戻るよ。嘘じゃないから騙されたと思って試してみな。俺なんかの長年の研究の結果から470は風速8メートルから9メートルの時に最高速度に達してその時のピボットポイントがトラベラーの位置なんだ。今までは秘密にしてたけどそれよりも前に動いても後ろに動いてもスピードは上がんなかったね。簡単なガイドラインとしてトップスピードの時はトラベラーの位置がピボットポイントと覚えておくと良いんじゃないかな。同じ風速でクローズホールドからベアしてスピンを張ると低速は上がるからブロードリーチでのピボットポイントは後方に移動するよ。風速8から10メートルのブロードリーチならスキッパーはこの黄色のストライプより後ろに座ってクルーはそのすぐ前で動いてバランスを取るだろうな。動くっていうのは低速が上がれば後ろ落ちたら前っていう具合だよ。簡単だよな。フリーからクローズになるとスピードは極端に落ちるな。当然上底位置もそれに従って前方に移動だ。6から7メートルの風ならスキッパーがトラベラーをまたいでクルーがスキッパーの真後ろでトラピズに出てぴったり寄るポジションになる。ピボットポイントはベストなボートバランスの視点なんだけど計器を積んでない470ではクルーのスピード感覚でその位置を判断する気はないね。速度が何ノットならこの辺りで何ノットに落ちたらこの辺りって言った具合かな。もちろん俺なんかの船もメーターなんか積んでないから俺なんかのテスト結果っていうのは俺のフィーリング、信用してくれよな。ボートを持ち上げるときに視点があるのが分かりますが、セールを上げ風圧を受けたときにこの視点がどこにあるかを考えてみればピボットポイントの意味が分かりますね。では次にピボットポイントを頭に置きながらクローズホールドでのクルーとスキッパーのバランスの取り方を見ましょう。微風でクルーが風下デッキに座るような時にはジブのリーチを緩めるためにシートをちょっと持ち上げるといいよ。ちょっと風が出てきてボートが動き出したらクルーはセンターケースの上に移動するよ。この時に体重はできるだけ前に寄せる。ジブシートは後ろの手でトリムして動きを少なく静かにね。頭は前に突き出して上体は低くして風の抵抗にならないように。この状態ではスキッパーがヒールをコントロールしてクルーはあまり動かない。スキッパーに任せときゃいいのさ。もう少し風が出てきたらクルーはバングの左右に頭を移動するポジションになるけれども、この時にせわしく動かないでゆっくりこう要所要所で動くんだ。この風でもまだスキッパーがヒールコントロールできるだろうな。やりたいようにやらせとこうな。ジブシートは風圧がかかってきたんで3センチくらい引いとこうか。風下デッキから風上のコックピットに体重移動するのに合わせて3センチということだよ。この動作の時は体重を前にかけないとスキッパーが怒るからな、注意だよ。もっと風が強くなってクルーが風上デッキに乗るようになったらスキッパーは少し内側に入ってそれぞれのポジションの入れ替えをする。この入れ替えをうまくやればスキッパーは内側から前を見るからクルーが視界を遮ることがなくなる。ここからまた風が落ちてクルーがコックピットに戻ったらスキッパーが外に乗り出す。この入れ替わりのコンビネーションが決め手だね。風上のコックピットにいる時のクルーは体を横にしてなるべくこう低い姿勢を崩さない。座高の低いスキッパーだと大変なんだよな。クルーが風上デッキに出られる風になったらジブシートをさらに少し詰めていく。重心はセンターケースの中心あたりだけどチョッピーな海面ではこれより少し後ろだな。
波がある海面ではスキッパーとクルーが一緒に前後に動くけど、せわしくバラバラに動くんじゃなくって、波に合わせてゆっくり動いてやんないといけない。バランスを体で感じてみりゃ簡単なことだよ。さらに風が強くなってきた時にはクルーがトラピズに乗る方法とスキッパーとクルーが両方ともハイクアウトしてヒールを潰すという2通りのバランスの取り方だね。波のある時はハイクアウトの方が安全だと思うよ。早くからトラピズに乗るとリグのパワーが足りないからバランスが不安定になるし、波に合わせてバランスを取りきれないからティラーを切って修正しなければいけなくなるし、ハイクアウトでボートのフィーリングを適切につかむ方が安心できるよ。ボートスピードが上がって安定すればフックをかけてトラピズに乗るけれど、風が落ちたらすぐにハイクアウトポジションに戻れるようにフックを外しとくと楽だよ。トラピーズに乗るとクルーはデッキの上をこれだけの範囲移動するんだけれど、これはリグに対してすごい影響を与えてしまう。ヒールを起こすための動作ならハイクアウトポジションでも同じことができるから、微妙なバランスコントロールをするんだったらハイクアウトの方が適してるよな。特に波があるときはハイクアウトでリーチを開いたり閉じたりしながら走るのが安全策だと思うな。もっと風が強くなってトラピーズに乗れるようになったら、スキッパーは少し内側に入ってクルーがガンネルよりも内側に入らないで済むポジションを取るようにするんだ。これでもバランスを取りきれないときはクルーが中に入ってハイクアウトポジションになるようにしたらいい。中間トラピーズのときは微妙にバランスを取る必要があるから外を動かなきゃダメだ。大げさに動くとマストが揺れてしまう。最低だね。とにかくゆっくりと動くことだよ。ブローに入ってもエイヤーと起こすんじゃなくてゆっくりと起こすんだぜ。でそれでもオーバーヒールするんだったらスキッパーがゆっくりとラフして対応すりゃいいんだよ。ぐんぐんと起こすとバランスが崩れちゃうよ。中間トラピーズっていうのは繊細なもので、足が筋肉痛になるような嫌なもんだってことよ。次のポジションはリーチのテンションを最大に絞ったフルパワーの状態だ。スキッパーも体を外側に出してクルーはフルバランスを取る。この状態の時にジブを最もタイトにトリムする。このポジションよりも風が落ちたらジブは少し緩めて、強くなったら面を緩めるタイミングでジブも緩めてやるんだ。トリムを判断するためにクルーはフルパワーがどんな状態なのか把握しなくちゃいけない。見て測りながらトリムするんじゃない。感覚で覚えることが大切なんだよ。リーチが最もタイトな時がフルパワーで、この時のピボットポイントはトラベラーのあたりだっていうことを何度も言ったから分かってるよな。忘れんなよ。トラピーズは風の強弱に合わせてバランスを取るんだけど、マストに向かって前後に体を伸ばす、曲げるというルールを忘れないように。ガンネルに対して直角に横向きで出るのは一年坊主の素人トラピーズでかっこ悪い。低速が上がるとピボットポイントが後方に移動することを頭に入れておけば、マストを中心に動くという意味が分かりやすいよね。真横から前後バランスを見ます。クルーとスキッパーが離れすぎています。スキッパーが後ろに乗りすぎているのでスタンを引きずっています。バウが浮いているように見えますが、ボートは前後に大きくピッチングしています。この状態から2人に重心を集めてもらいます。センターに寄ってもらいましょう。スターンの引き波が小さくなりました。波を切る様子からピッチングが少なくなりました。重心を一つに集めることの大切さが分かります。重心が一つでも
前に乗りすぎるとどうなるのでしょうか。前に移動してもらいましょう。またピッチングが増えてきました。スタンは浮いていますが、バウが波に突き刺さるようになってきました。舵利きも良くないようです。では重心は一つにしたまま、後ろに乗りすぎるとどうなるかを見てみましょう。二人とも後ろに下がってください。波を越えるたびにバウが跳ね上がっています。ピッチングが大きくなりました。スタンを引きずって走るようになりましたから、引き波が大きくなりました。では最後にパーフェクトポジションで走ってもらいます。クルーとスキッパーの重心が一つです。クルーがマストを中心に前後に動いています。ピッチングも少ないし、引き波も少なくなりました。1990年10月、江ノ島でファイヤーボール世界選手権が開催されました。8カ国46艇が集まり、ファイヤーボールのダイナマイトセーリングが爆発しました。強風レースではタイトなリーチングコースで、スピンを飛ばして走るテクニックも使っています。ワールドタイトルは英国のピネル・シンプソン組とオーストラリアのグランスフィールド・ペリー組の間で争われました。
の吉田相良組は第一レースで抜群のスタートから上マークをトップで開口。日本選手も頑張りました。野上聖太組も2回トップ10に入りました。女性スキッパーのクレアは英国選手ですが総合6位、男性顔負けの美しくスマートなセーリングを披露してくれました。7レース戦ってピネル組は僅差でドランスフィールド組に敗れました。ボートは平らな地面を滑らかに走るわけではありません。常に波で上下に揺さぶられ前後左右に振り回されているものです。バランスを取るクルーはボートと一体となりリズムをつかんでボートをフラットに保つように頑張ります。しかし注意してください。クルーがリズムを崩しているといくら動いてもボートはフラットに戻りません。クルーの動きがさらにボートを揺すっているからです。これは素早く動くことだけを重視したためにストップ&ゴーの反動がボートに伝わっているからです。効果的に動く例を紹介します。この動きをイメージで覚え実際に練習を繰り返してください。一度や二度でマスターできるものではありません。ハイニッシュは4年間の練習で走っている間は常にバランスに集中していました。それでも彼曰くパーフェクトにはならなかったので皆さんが普通に練習しているくらいではマスターできるものではないのです。長距離ランナーが記録を保つために常に走っていかなければならないのと似ていると考えてください。クローズホールドでチョッピーな波があるとき、クルーが波のトップに来る瞬間に思いっきり力を入れてボートを煽る感じで起こします。タイミングが決まれば効果が出て波にはたかれません。このとき膝を曲げて伸ばすのではなく伸びきっている体をさらに伸ばしてバランスを取るフィーリングです。タイトリーチではフルバランスに起こすため前後の位置を低速に合わせればそれほど動くことがありません。スキッパーのハンドリングとスピントリムに集中します。
の腕の見せ所はブロードリーチです。トラピーズにぶら下がり、前内側から外側、外側後方、後方内側、前へと4ポジションでの動きを波に合わせてバランスするのです。パワーのない時に逆ヒールさせるとスキッパーが舵を切りスピードが落ちます。パワーをつけるためにクルーがヒールをつけてあげなければなりません。クルーはスピントリムでパワーが分かりますから、バランスも自然と取れるはずなのです。リーチングでのスピンシートの持ち方を見てください。力を入れてトリムするためにはこのような持ち方が効果的です。リーチングではトラピーズを高くしますが、高くするとサーフィンをしているのと同じフィーリングでボートを波に乗せることができるのです。低くすると横に蹴りがちでボートはサイドに流され前に押し出されることがありません。前、外、後ろ、内側への連続して動くステップはまるで円を描くようなので、この動きをサークルムーブメントと呼びます。この動きを詳しく見ることにしましょう。ブロードリーチングの時に常に考えてなくちゃいけないのは、スピードを保ちながらできるだけ風下へ落として走るっていうことだろうな。じゃあどうするかっていうと、ボートにスピードがついたと思ったらクルーは少し中に入ってしまう。スキッパーはメインシートを詰めたまま少しベアしてバランスを保つんだけど、この時にスピードを殺さないように注意が必要だ。スピードが死に始めたらクルーはピボットポイントを意識して前方に移動する。ボートのパワーが感じられなくなってきたらスキッパーはそっとラフしてパワーをつけるようにすりゃいい。同時にクルーは前寄りのポジションのまんま外側に出てバランスを取るよ。これがチームの呼吸っていうもんさ。パワーがついてスピードが増したら後方へ体重を移動していこう。それでもってまたスピードがついたら中に入ってスキッパーはベアしてという具合になる。元のポジションに戻ってきたわけだ。ブロードリーチングはこの動作の繰り返しなんだよ。この動作ってスピードに合わせて円を描く感じだな。スピードが落ちたらクルーは前方内側に体重移動。ボートにヒールをつけてやるとスキッパーはラフしやすくなるわけ。ラフするとパワーがつくからクルーはまたトラピーズに乗って体を外に出してバランスを取ってやり、スピードがつくにつれて後方へ移動していくんだ。ヒールとフルバランスを使いこなしてトラピーズでバランスを取りながらステアリングしているつもりさ。スピードを落とさずにバランスを取るのって意外と難しいもんだよ。この円を描く動作のことを俺はサークルムーブメントって呼んでる。この動作と同時にスピントリムを繊細にやるとボートスピードは信じられないくらい速くなるから大切な動作だし、敵に差をつけるポイントだね。波に乗せるウーチングは派手な動作を伴うとルール54条で失格になります。したがって見つからないウーチングテクニックをマスターしましょう。膝を曲げた状態からヒールを潰すときに体を後ろへ持っていきます。足は蹴るような格好で後ろに伸びるとその反動でボートが前に出ます。この方法をマスターできれば一歩足を踏み出す方法よりも簡単で、バランスを崩さない点でも安心できます。蹴った後にすぐ戻るのがポイントです。バランスに集中しすぎてスピントリムを忘れないように。ランニングはスキッパーと左右に分かれて乗りますから、上体を大きく動かし、支点にするお尻はスリップさせてピボットポイントを変えるようにします。ヒールを起こしてもすぐに戻れる体勢を崩しません。ブローが入っているときは、不意のブローに備えてトラピーズにいつでも乗れるようにリングをかけておきます。ブローが入ってからではリングを取りに戻れませんから、
特に上体の小さな小柄なクルーに必要なポイントです。ではここでハイミッシュのランニングテクニックを紹介しましょう。風速1メートル以下の微風ではスピンシートが重たくてスピンが飛ばなくなるから、スピンシートをツイカーの前側からダイレクトに持ってしまう。ガイも直接持つ。ボートはちょっとヒールさせてやり、クルーはウォーターブレーキの上に座って体重を前に寄せる。クルーはスピンがどの程度のパワーを持ってるかに集中して、スキッパーにラフしろとかベアだと声をかけてやるといい。とにかくスピンがはらむ状態を保って、それをスピードに変えていくことが大切なんだ。ちょっとでも余分な動きはボートを止めてしまうだけだから注意しないといけない。風速1メートル以上になったらクルーはサイドステイよりも後方に移動して、シートもブロックを通したところからへと持ち直す。シートやガイは指に3本で軽く持つようにするんだ。繊細にね。力を込めたガガガっていうトリムは微風ではやっちゃいけないね。スピンに風が入るようになったらポールを出してスピンを丸く膨らませてみよう。スピンが潰れそうになったらシートを引くんじゃなくて、ガイを出してスピンを風船のような格好にして対応してみたら面白い。案外これが早いんだ。風速が5メートルくらいまで上がったらシートにもパワーを感じるようになる。この風域からは小さな波を越えるたびにボディパンプしよう。シートでパンピングするよりも体を波に合わせて動かすボディパンプの方がずっと効くはずなんだ。左右に分かれて座っているスキッパーとクルーがタイミングを合わせて、スキッパーが内側に入りクルーが起こすといった動作を効果的にやってみるといい。スキッパーはメインセールにかかる風圧とティラーのヘルムでバランスを感じるもんだけど、一生懸命シートを引いてパンピングしても努力の割には報われないみたい。風が足りないんだろうな。風速が7から8メートルになったら座る位置を少し後方にずらしていくんだ。バランスも前後だけじゃなく、ヒール、逆ヒールに神経を使うために動きは4方向の複雑なものになってしまう。バウが波に突っ込みそうになったらデッキを滑るようにお尻を後方へずらすだろう。俺のやり方はガイをサイドタンクのクリートに、これ以上出さないっていうポイントでクリートしてしまい、ツイカーの後ろからガイを持ってトリムしていく。そうすりゃ前後に体を移動させながらでも十分にガイをコントロールできるわけさ。体はバランスに合わせて前後ヒールを起こすといった具合に動くけど、特に前後バランスとパンピングが主な動作になるね。スキッパーのメインセールのパンピングとスピンのパンピングで結構速くなるもんだぜ。風速7メートル以上でうねりのある海面の場合はスキッパーが風上デッキに座ってクルーがセンターケースの上にまたがるのが安全なパターンじゃないかな。スキッパーは体を目いっぱい使ってメインセールをパンピングしながら危なくないようにバランスを取らないといけない。こういう時はブローも強くて結構スリリングだからね。この時クルーはコックピットの真ん中で前後のバランスとヒールバランスに集中するけど、動作が大きいとそれだけでチンの原因になるからいい加減にしていたらダメだ。スキッパーは風上に座ってティラーを切る量やバランス、微妙に登ることや落とすことを感じることに全神経を集中していいくらいだ。波が大きいとティラーワークのミスで簡単にチンするからね。スキッパーが波に体を持っていかれたらそれで終わりだろうな。だから風上デッキで体をしっかりと固定してティラーに集中しなくちゃ。これが安全策っていうもんだろうな。
もっともっと風が強くなると、クルーがセンターケースの上で最も後方へ体重を移動する。10メートルオーバーの風なら、スキッパーもクルーもできるだけ後方へ移動して、クルーはトラベラーの上に座る位置まで下がってしまうんだ。度胸風だったポルトガルのワールドで、俺はトラベラーの後ろまで下がったことがあるよ。こんな時は姿勢を低くして重心を下げる努力をするんだ。スキッパーだって同じことだよ。度胸風でのランニングのセオリーとして覚えておいたらいいのは、紙マークを回ったらジャイブしないでスピンを上げて、できるだけ長い時間そのまま走る。ジャイブするときにはジャイブした後に無理やり落とさなくてもいいように注意してタイミングを見るんだ。絶対に早めのジャイブをしちゃいけない。ジャイブは遅すぎるぐらいのつもりでいいんだよ。ボートバランスを覚えるために時々ラダーなしで走ってみましょう。慣れない間は他のボートにぶつからないよう周囲が空いている海面で試してください。苦労してマークを回るうちに余裕で走れるようになります。走れトラピーズディンギーシリーズには、セールシェイプの見方とボートチューニングの理論をビジュアルに解説したチューニュア470、天才クルーハイミッシュ・ウィルコックスの絶妙のバランス感覚を解説したボートバランステクニック、世界のトップレーサーの微風から強風までのタッキング・ジャイビングを解説したタッキング・ジャイビングアクション、以上3巻が揃っています。皆さんのウィークポイントやさらに磨きをかけたいテクニックに合わせてビデオを選んでください。もちろん3本揃えれば完璧です。